恐縮ですが、士官の件はお断りします。では、これで。待て。お前は、社用の主家を戦に政務に一人で支えていたそうだな。なるほど。秀吉さん亡き豊臣家の現状と重ねているわけで、豊臣家と俺の元主家とじゃ規模が違う。到底支えきれませんよ。それに清正さんや正則さんの代わりは荷が重い。六は二万石出す。ご冗談を。あんたの六は確か四万石。俺の二万石さっ引けば、あんたの取り分は二万石になる。主君と家臣が同六だなんて聞いたことないね。なぜ言わないんです。俺を助けてくれと。だから清正さんや正則さんと仲違いしちまった。違いますか。左近、俺を支えてくれ。この屋敷囲まれてますよ、殿。三成らの尽力もあり、秀吉は九州を制圧。残る関東の北条も下し、天下統一を果たす。戦が終結すると、三成ら政務を担当する文治派が台頭。豊臣政権の中枢を担ってゆく。一方、清正、正則ら最前線で戦っていた武断派は活躍の場をなくし、不遇となっていた。慶長三年、秀吉が死ぬと、家康は席を切ったように大名と姻戚関係を結んでゆく。三成は前田利家と共にその動きを糾弾。家康は三成、利家と一旦和解した。だが利家が死ぬと、世は再び揺れ動く。そして清正、正則らが三成を襲撃する事件が起きた。理想の将、三成襲撃事件。俺の志、バカには分からぬ。いらっしゃいませ。珍しい品を言う。毎度ありがとうございます。俺の軍略で支えましょう。
敵は清正さんたち、兵力差は歴然です。殿は親しい佐竹さんの屋敷へ避難。誰と行きますか。清正、これがお前のやり方だというのか。殿には指一本触れさせませんよ。きましたよ。浮田秀家は水なりを親しみ、奴の動きを封じておく必要があるか。尋常に勝負いたせ。エクさん、黙らせときましたよ。さて、その働きは目には過ぎたるものだ。どちらにつくか迷っている将もいるようだ。彼ら以外の敵を撃ちましょう。迅速に力を示せば彼らは殿になびくはず。ま、逆の場合敵に回るかもしれませんが。開門。殿の味方に伝令を送りましょう。緊急事態です。兵は多いとない。普段のやり方は正規すぎるのでは。ブートルブランドが三成の屋敷を襲撃しているとのこと。やはり豊臣の子飼は分裂したか。手出し無用、静観せよ。エクさん、黙らせてきましたよ。三成につくか、清正につくか。俺は軍略も腕太くも立つ。決めた。わしは三成につくぞ。わしもじゃ。共に力を合わせよ。いつ敵は恩だ。我が屋敷まで護衛するぞ。開門。俺に任せよ。やはり佐竹は水成を助けるか。佐竹の屋敷に兵を伏せていた甲斐があった。忍が危ない。奴を守ってやらねば。開門。やれやれ、ご自身が危ないってのに他人の心配とはね。清正さんも正則さんも本気だ。殿も覚悟を決めないとやられますよ。敵兵を一人でも多くなぎ倒し、殿も本気ってことを天下に見せつけない。撃ち取ったり。さえてきた。敵づくだ。という作戦をさよ。続けましょう。敵さん、黙らせてきましたよ。俺に任せ。綺麗な顔してやるぞ。殿、佐竹さんの役に立つ。
くは家康の手に。家康は絶対に殿を保護するでしょう。助けを請う者を殺せば味方も減る。さらに奴の元ならば清正も手を出そうと。分かった。そうしよう。勝利条件変更。はいはいと。敵将討ち取ったり。クズ殿だ。飛んでくる夏の虫よ。いつなり覚悟せよ。三成が家康殿の屋敷に入れば終わりだ。あの人のその前に浮田さんが屋敷に閉じ込められてますね。武装を取ったって加勢してもらいましょう。この秀家、三成に味方する。出るぞ。三成がこの屋敷を目指しているとの。わしを頼むとは大胆だ。さて、三成は家康様の太平を脅かし、ここで討ち取っておくに限る。主の国ならば何でもする。この入り組んだ地形、兵を隠すには絶好だ。慎重に進めよう。分かっている。三成は今や天下で最も危険。太平のためここで決算。さえてきた。あんたにはどうでも俺には大切な友。全力で阻止させてもらいます。わかりません。綺麗な顔してやるじゃないですか。
りたい。これ以上騒ぎを大きくしてはならぬ。ただかつ三成を出迎える。よい。やはり家康は殿を助けるか。敵ながら器がでかい。そしてしたたか。清正、やべえ。このままじゃ三成を殴れねえ。奴の目覚まさせらんねえ。俺たちだけでも三成を追いかけるんだ。開門。さあ、俺は覚悟を決めた。まさのり、手出しは無用だ。目にも見よ、よしこだよ。いい目をしてらっしゃる。わかりました。見守りますよ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。断る。お前に殴られる言われはない。こうして殴らなきゃ後戻りできねえ。殴らせろ。また三人で。やはりバカだ。この騒ぎを起こした時点でもう後戻りはできなくなっている。変換ぞ。倒してやるじゃないですか。目にも見よ、うっとうしいのだよ。だってここが引けっかよ。敵者撃ち取ったよ。俺の采配こそ天下無双。決して揺るがぬ。三成殿、入られるか。開門。当たっている。その働き、もう過ぎたのままだ。家康に借りを作ることになるとはな。まあ礼は言わねばならんでしょうな。その後のことはこの左近にお任せ。我らを保護してくださり感謝のしようもない。三成殿、我らは亡き秀吉様より太平を預かった身。その太平を子外が壊しては。返す言葉もない。清正らにはわしからもよう言っておき申す。ともあれ無事でよかった。重ね重ねのご厚意、痛みいる。では我らはこれにて失礼する。
災い転じて何とやら、家康にこれほど接見できる機会はもうない。殿、今こそ俺にお命じください。家康の首を取れと。俺は家康に助けてもらった。騙し討ちなどできぬ。それにここで家康を討ったとしても、俺はお前を失うことになるだろう。そんなことを言ってる場合ですか。今を逃せばもう二度と。この話はこれで終わりだ。家康とは日を改めて堂々と雌雄を決する。やれやれ、仕方のない誤信だ。